皆様こんにちは。エレクトーンの演奏を続けて26年、ソロでの演奏から他の楽器とのコラボレーションまで、さまざまなスタイルでエレクトーンの演奏を行っている週末音楽カリサです。さあ今回はですね、レベル3最終回ということで、このねレベル3中に行ってきたリズム作成の詳細設定というところについて操作をご説明したいと思います。この詳細設定はね、あんまり真新しい要素がそんなにあるわけじゃないです。基本的にはやることってほとんどボイスの詳細設定と変わらないので、ボイスのね詳細設定でやったようなことがリズムでもできるんだっていうことを、まあ、ちょっと確認するだけみたいにね今回はなってしまうんですけれども、実はですねここをちゃんと知っていていかにコントロールできるかというのがリズム作成の上級者を目指す上では本当に重要な部分になります。多分ねここがうまく操れるようになりたいと思ってる人は私が想像する以上に多いはず。ということで、まずはねこのレベル3の目的である操作を取得するということをやっぱりちゃんとやって、今後レベル4いわゆる上級者フェーズのところにね自信を持って足を踏み入れられるようにしていけたらなというふうに思います。それでは今回の動画のポイントです。まず1つ目、パートごとの詳細設定、そして2つ目、パーカッションの詳細設定、この2つについてね順番に紹介していきます。まず最初にパートごとの詳細設定です。このまあリズムというものは8つのパートから構成されますよということはねもう何回もお話をしているんですけれども、そのパートごとに詳細にいろんなねコントロールをすることができるようになっています。ということでまずはねそこから確認していきます。パートごとの詳細設定はボイスエフェクトというページから可能です。右上にね載っているページネームの左から3番目ですね、ここを押していただくと何個かですねタブが出てきます。でまず一番左側のタブがボリューム、まあこれ音量のことですね。なので各パートごとに音量をねちょっと上げたり下げたりすることができます。なのでまあ例えばねせっかくアカンパニメント入れたけどなんかちょっとこの音主張強すぎないかみたいなね時があったら、ちょっとここそこのパートの音量だけ下げてあげるとか、そういう使い方ができます。続きまして2つ目のタブがボイスですね。これはいわゆる音色のところです。まあドラムパートの場合だとドラムキットが選べるようになっています。さらにその隣パン、これは何かというと、これボイスの時もありましたね。音が左右どちらから出てきますかということを規定するものです。これねちょっと変わってて、選択できる範囲というのが L64、 つまり左側が64で R 右側が63までというですね、なんとも微妙な振れ幅になっております。それからリバーブ、これも分かりますね。もう皆さん音の響きの深さのことを言っています。これ0から127まで選ぶことができて、これもパートごとに設定ができるようになっています。それからその隣のコーラス、これは何かというと、エフェクトのうちコーラス系のものをかけるページになっています。で、
強度自体はパートごとに設定ができて0から127までの幅で選べるんですけれども、そのエフェクトの種類については1個のリズムにつき1種類だけです。エフェクトのタイプをパートごとに分けるっていうのは残念ながらできないということになっています。で、同じようにですね、コーラスの隣にあるタブのバリエーション、これがコーラス系じゃないエフェクトをかけられるところになっているんですけれども、ここもコーラスのページと同じように、強度だけがパートごとに設定できる。0から127ですと。ただ、そのエフェクトの種類は使えるのは全体で1種類だけということになります。なのでね、ちょっとこのコーラスとかバリエーションは使いどころをね、見極めるっていうことが必要になります。それからここの項目に関して特に気をつけたいのがアセンブリをした時です。なぜならアセンブリをした時はですね、そのアセンブリしたもののキットの種類、それから後で説明をするドラムセットアップ、パーカッションごとの詳細設定って言ってるやつですね、それからこのコーラスのタイプ、強さじゃなくてこのどういうエフェクトをかけますかっていうタイプの部分とバリエーションのタイプっていうのは反映されないんですよ。コピペで持ってきたっつってんのにそこはコピペされないっていうマジで謎仕様になっているので、例えばアセンブリでどっかのパートを持ってきた、でもなんか元々持ってきたかった音となんか雰囲気違うんだけどみたいな時はこのバリエーションとかコーラスのタイプが違っちゃってるとか、まあそのキットが違っちゃってるとかね、そういうことが大いにありえます。なのでアセンブリをする時はですね、十分そのアセンブリしたいと思ったパートの大元のセットアップっていうのがどういう風になってるんだっていうのを確認してからアセンブリをすることをお勧めします。まあもちろんね、その辺がコピペできてなくてもアセンブリしてまあこの聞こえでいいかっていう場合は別にいいんですよ。だけど中にはね、全然こう音質が変わっちゃうようなケースもあったりするので、ぜひね、ややおかしいぞって思った時はこの詳細設定のページをぜひ確認されることをお勧めします。それでは続きましてポイント2つ目、パーカッションの詳細設定です。これはね、対象のパートで言うとメインドラムとアドドラムのお話ですね。ここで打ち込んでいるそのパーカッションの音っていうのはその音色一つ一つに対して詳細設定を行うことができるようになっています。アセンブリのパートに対しては残念ながらそういう機能はないんですけれども、このパーカッションの部分、メインドラムとアドドラムのところに関しては1音ずつね、設定ができるということで、その設定をね、行う方法を見ていきたいと思います。このパーカッションのそれぞれの音の詳細設定をするにはドラムセットアップというページに行きます。左から4つ目のページ名ですね。でまず左下のパートという部分からこのね、詳細設定を行いたいパートというのを選びます。でそうすると左上にですね、キット名が表示されるところがあります。でさらに該当のね、鍵盤をポコッとどっか一箇所押すとその鍵盤に入ってる音色名が表示されるということになります。でここで音色名が表示されたら変更したい要素に変更をかけるようにします。要素としてはまあ4種類ですね、ありまして、一つがパン、さっき言った音の左右の位置です。でこれ本当に不思議なんですけど、ここで設定できるパンの振れ幅っていうのは L 左が63で R 右が63、さっきの L64 はどこ行ったんやっていうね、そういう感じなんですけれども、まあ一応そういう指定ができます。でそれからですね、ボリューム、これ分かりますね、音の大きさです。
それからリバーブ、これ音の響きです。それから右側2つがピッチコース、ピッチファインとあります。まあピッチというのは音程ですね。で、大幅な変更に関してはピッチコースで、もうちょっとね、微細な変更に関してはピッチファインで行うということになります。これキーボードパーカッションの時にもね、概念としては出てきておりましたし、キーボードパーカッションのね時にもお伝えしたように、結構このパーカッションの音というのはピッチを変更するとね、聞こえ方が全然変わっちゃうっていうものがいっぱいあります。なので、もう本当に些細なことでもよくて、ちょっとシンバルの音は軽すぎないとか、まあそういうことを思ったら、例えばちょっとピッチファインを落としてあげるとかいう風にすると、よりですね、聞こえの良い、こうパーカッションだけ無駄に明るいとか無駄に暗いとかね、そういうことのない音を作れるようになりますね。あとはもうピッチコースからね、もうガンガンにいじって全然違う音、効果音としてパーカッションの音を使うとか、そういうことも可能です。あとね、これらの設定、このパン、ボリューム、リバーブ、ピッチというのは、特にパンとかリバーブというのはもう初期設定でわざとずれてるケースというのがあります。わざと右に触れてる音があったりとか、わざとリバーブが切り目になっている音とか、そういうのもあります。なので、なんかいじってないのに一気にリバーブが他の音と違うのが出てきたとかね、パンがなんか知らない間に右側に行っちゃってるとか、そういうことはあるんですけど、それはもう初期設定なんで、別に嫌じゃなきゃそのまま使えばいいかなっていうのは個人的には思うところです。はい、とにかくね、ここで覚えていただきたいのは、パーカッションのね、一音一音ごとにこういった細かい設定ができるんだっていうことです。結構ね、これはもう完全に沼エリアの話になっちゃうので、今回深くはしないんですけれども、結構このパンの出し方、リバーブの出し方っていうところで、音のね、聞こえ方、曲全体の聞こえ方っていうのが大きく変わることがありますので、ぜひね、こういうことがいじれるんだっていうことをまずは覚えていただければというふうに思います。はい、ということで今回の動画のまとめです。今回はリズム作成における詳細設定を行っていくということをテーマに、パートごとの詳細設定とパーカッションの音、それぞれの音色に対しての詳細設定の方法を説明していきました。まあね、今回はあくまでも操作の方法ということでね、具体的にどういう設定がいいとか、そういうことは全くお話をしておりませんが、実際にはね、ここをいかに操っていくかっていうことで、より一層ね、自分のレジストデータ、自分のリズムデータっていうのがブラッシュアップされていくということになります。ということでね、今回の動画でレベル3いよいよ終了で、ここまででね、レベル1、レベル2、レベル3とやってきて、エレクトーンにおけるレジストデータ作成に必要な操作というのはもうね、皆さん全部習得したことになります。イエーイ。覚えること多かったと思うんですよ。まあ覚えなくていいんですけど、こう学ぶことというか、要素としてね、知るべきことっていうのはかなり多かったと思うんですけれども、まずはここまでたどり着いたということをですね、本当に強く誇りに思ってもらっていいんじゃないかなというふうに思いますし、この後ね、まあ一応上級フェーズっていうことで、学んだ操作をね、活かして、じゃあ実際にどうやってレジストデータを作っていくべきか、より良い音を目指すには何を考えたらいいのかっていうことをご自身でね、こう経験していくフェーズに入るわけですけれども、もうね、ここははっきり言います。最初からお伝えしている通り、ここは沼なんです。もうどんだけレジストデータ作成に慣れている方でも、もう本当に猛者みたいな人でも、もう日々悩みながら、こうかな、ああかなって、いろいろ考えながら実施をしているところになりますので、近道という近道は決してないんですよ。ない、はっきり言うけど。だけど繰り返しね、お伝えをしているように、そこの沼に入るにしても、まず操作をちゃんと知っておくっていうことは重要だし、操作を全部これで知ったっていうこと、少なくともここまで皆さんがこう頑張ってきたことは絶対に
事実として残るわけですから、まだね本当に自信を持っていただければなというふうに思います。この動画が良いなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価のボタンをお願いいたします。またですね、特にレベル4のこの上級フェーズに入った時には、もちろんこう私がねこういうのはまあ言っといた方が、みんなが知ってた方がいいかなっていうことを動画にはするんですけれども、それだけではなくて、皆さんからねいただいた、もっとこういうのブラッシュアップしたいんだけどどうしたらいいんだろうとか、そういうもっと細かい、その今まで操作の習得だよって言ってたから飛ばしてきたようなところに対してもですね、積極的に回答していくようにしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんね、こんなことが気になってるとか、こんなことがうまくいかないとか、そういうことをねどんどんコメント欄に書いていただければなというふうに思います。それはね私にとっては動画のネタの糧にもなりますので、ぜひこんなこと聞いていいのかなっていう方でもぜひねいろいろ書き込んでいただければというふうに思います。もちろんね今までにこうやってきたこのレベル1からレベル3の範疇で解決できることでしたら、もうその該当のね動画をご紹介しますし、やっぱりこれはレベル4のこう上級フェーズの内容だよなっていうことは、このレベル4のね動画の中でご紹介をしていくようにしたいというふうに思っております。なのでぜひ皆さん質問等々書き込んでいただければというふうに思います。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。